数年一番ちょっと苦しかったりとか課題だったので、そういった意味では今年は本当に、まあ、出てる選手たちが非常にいい働きをして、ミドルが安定するしてきましたよね。ここは飛びながら打ち込んでいったという形になりました、はい、日本のポイントです。